ちょっと飲みすぎたな。この番組は 5PB とご覧のスポンサーの提供でお送りします。もう危ないじゃないの。ちゃんとあげるからいたずらしないで。今度は誰？僕だよ、リディア。エドガー。随分個性的な味なんだね。それは妖精たちのために焼いたものだから、あなたの口には合わないと思うわ。カモミールをたくさん入れたから。やっぱり婚約指輪してくれないの？私はあなたの婚約者じゃないわ。そんなこと言ったらあの馬に聞こえるよ。ケルピーならきっとスコットランドに帰って。呼んだか、リディア。伯爵が鬱陶しくなったらいつでも俺が食ってやるぞ。あなた諦めたんじゃなかったの？待つとは言ったが諦めるとは言ってない。やれやれ、とんだ気弁だな。僕の婚約者に気安く話しかけないでくれないか。リディアから離れろ、悪党！不思議ね、この指輪を見ていると穏やかな気持ちになるわ。なかなか響きが合うようですな。輝きも増しておる。安心しました。あなた、こぶらない？はい、ムーンストーンの管理人をやっております。おお、元気だったか。よかったな、お妃様が見つかって。え？このムーンストーンは青騎士伯爵からお妃様に贈られるもの。こいつが満足そうにしてるってことは、あなたがお妃様でございましょう。これにはそんな言い伝えがあるの？ええ、最初の青騎士伯爵のお妃、グエンドレン様のムーンストーンです。あのね、なんていうか、この指輪は預かっているだけで、その、私はお妃なんかじゃ。もう、これでぴったりになりましたな。え、抜けない。落とすといけませんからな。ちょっと外してちょうだい。外せるのは伯爵だけです。他の男性の前で外す必要はありませんからな。なんですって？リディア、やっと指輪をつけてくれる気になったんだね。私の話聞いてた？うん、こぶらないっていう妖精がはめたんだろ。で、僕にしか外せないって？正しい妖精だ。他の男の前で婚約指輪を外すなんて、不貞を誘うようなものだからね。私たちの婚約は、私とあなたが人間界に戻ってくるための口実だったはずよ。そんなの無効よ。君が婚約を認めてくれれば、全ての問題が解決する。勝手なこと言わないで。お妃様は、伯爵に何かご不満があるのですかな？キサキじゃないってば。お初にお目にかかります、青騎士伯爵。君がグエンドレンの指輪の管理人？声は聞こえるけど、僕には君の姿が見えないんだ。おお。
これでいかがです？伯爵、ご挨拶ついでに申し上げますと、私が思うにお嬢様への待遇がよくありませんな。かつて青木司教が妖精の姫君を扱ったようになさるべきです。なるほど。お嬢様は何ですな、質素すぎます。これでもかというくらい特別に扱わなければなりません。そうしよう。おかげでリディアを婚約者としてお披露目できる。ニコ、君も清掃しておいで。本当か？お披露目って？旦那様、あらかたの用意は整いました。あとはリディアさんのドレスをお選びいただきませんと。ああ、そうだな。さあリディア。お嬢様は愛されておいでですな。もちろん僕の妖精はこのままでも十分可愛らしいけどね。さあお嬢様、行きますわよ。どうしました、リディアさん？いいね、レイブ。リディアをご婦人方の詮索から守るのが今夜のお前の仕事だ。かしこまりました、マイロード。大丈夫、よく似合うよ。私よりよっぽど綺麗よ、レイブン。嫌なことは嫌だってたまには言った方がいいと思うぞ。嫌がってもらわないとね、ニコ。僕より先にリディアの下着姿を見た罪は重いと思わない？ああ。ようこそいらっしゃいました。ポールさん遅いですね。ジミー、お前少し落ち着いたらどうだ。わーい。リリア、今夜の君が一番綺麗だ。近いわ、エドガー。リディアの香りだ。クッキーと同じかな。カモミールかしら。君はクッキーよりずっと美味しそうな匂いがするね。妖精の機嫌を取って婚約者だって言いふらすつもりか？ここのところリディアが忙しいのは妖精たちが見物に来るからみたいだし、せっかくだからご招待しようと思ったんだよ。君のための料理もほらあそこに用意してある。うん、どうせなら焼いてない肉を用意しろっての。食べちゃダメよ、忘れたの？あ、うん、貴様どうやってんのか。君、男でもいいんだ。待ちかねたよ、ポール。遅くなりまして申し訳ありません。実は。君もなかなか隅に置けないな、こんな可愛らしいお嬢さんを泣かせるとは。そんなんじゃありません、本当です。慌てなくても、まさか君が酔っ払って連れ込んだなんて思わないよ。どうしてご存知なんですか？分かった、僕に任せてくれれば悪いようにはしないよ。は？大丈夫、ポールは真面目な青年だよ、安心したい。でも私のことを知らないとおっしゃるんです。本人に向かって身に覚えがないと言ってどうする。なかったことにするには穏便に他の男をあてがうのが一番だよ。そんなこといつもしてるんですか？
涙が琥珀に。そうなんです、リディアさんにぜひご相談をと思いまして。この方が妖精国を治める青岸伯爵、エドガー・シェンパート伯爵だよ。違います、この方は青岸伯爵様ではありません。力を感じないのです。ご挨拶だな。どうしてバンシーがこんなところに？バンシー、やはり妖精なのか？名家につく妖精なの。その一族の若くして死んだ人の魂だとも言うけど、家系を見守ってくれて、一族の誰かの死を予見すると琥珀の涙を流すと言われているわ。彼女は一人で街角にいたところを、その僕についてきてしまったらしくて、どうしてそこにいたのか何も覚えていないようなんです。ただ彼女の主人はグラディスという名の女性で。グラディス。今グラディス様とおっしゃいましたかな？コブラナイ、あなた何か知ってるの？かつての青岸伯爵様でございますよ。かれこれ100年ほど前になりますかな。100年前の伯爵家に女性の青岸伯爵がいたというのか。アシェンバート伯爵家の番士。リディア、お父上はまだ最終旅行でご不在だったね。ええ。バンシーのこともあるし、しばらくここで過ごすといい。そうね。ちょっと待って。大丈夫だよ。君の部屋に忍んで行ったりするのは我慢するつもりだ。お休みのキスを許してくれる？キスがダメなら抱きしめてもいい？はあ、いやよ。一分だけ。長いわよ。じゃあ30秒だけ。どう数える間なら。おやすみ、僕の妖精。おやすみなさい。ひどいな。オニールの作品ばかりが狙われている。ここもやられたのか。父の作品は細かい書き付けまで荒らされていました。スレイド氏の経営するクラブもオニールの作品を選んで盗まれたり壊されたりしたそうです。それからプリンスの手先が英国に入ったと報告がありました。プリンスの。これから手強くなるだろうね。戦いは避けられない。でも心配いらないよ、リディア。君のことは僕が守る。ポール、オニールの息子である君も狙われる可能性がありそうだ。ここへ避難しておいで。バンシーもその方が喜ぶだろう。君には心を開いてるようだから、そばにいてあげるといい。はい、伯爵。失礼します。これはどういたしましょう。ネックレスにできるくらいあるかな。ダメよ、悲しい涙だから持っててもあまり良いものじゃないわ。バンシーが泣くのは一族の誰かの死を予見してる。そうと決まったわけじゃ。琥珀を燃やしてみて。
燃えたら妖精の魔力がこもっていない、ただの琥珀よ。エドガー、バンシーの記憶の謎は私が解くわ。だからあなたは自分やみんなを守ることだけを考えて。エドガー、僕がこの先本当に青騎士伯爵としてやっていけるかどうかは僕自身の資質の問題だと思ってる。バンシーの記憶も僕自身で解くことができなければ意味がないだろう。私を伯爵家のフェアリードクターにしたのはあなたよ。私が協力することもあなたの資質の一部じゃないの？君は僕と運命を共にするつもりはあるのかい？この先ずっと君の力に頼らなければ妖精と関わることができない僕に一生ついてきてくれるのか？今までみたいに伯爵家のために働くパートナーとしてやっていけるはずよ。あなたと結婚しなきゃ私の協力は意味がないの？少なくとも僕はただ雇ってるだけの君にそんな負担はかけられない。僕自身の将来が君の幸福に結びつくのでないなら。リディア、指輪は僕にしか外せないんだったね。今の君には不本意だろうから外しておくよ。エドガー、でも持っていてくれるね？なんかお前落ち込んでるみたいだ。ケラピー、なんでもないわ。リディア、もう首を突っ込むのはやめろ。俺と結婚した方がお前は幸せになれる。ケルピー、リディアさんを話してください。レイブン、よう坊や。お前に指図される覚えはないぞ。リディアさんはエドガー様の婚約者です。形だけだろ。やめとけ。お前力を自分で抑えられないんだろ。どうしてもというならお前が死ぬまでやることになるがいいか。やめてケルピー。止めるならそいつを止めろ。そいつにくっついている精霊が俺の力と干渉して暴走したら死ぬまで暴れ続けるぞ。リーブン、落ち着いて。ケルピー、出て行って。はあ？俺に出てけって言うのか？お願い。なあ坊や、伯爵に言っておけ。リディアを苦しめるようなら俺は容赦はしないぞ。リディアさん、どうかエドガー様を裏切らないでください。裏切るだなんて、そんな。婚約していらっしゃるのにケルピーに心変わりされるのは裏切りです。心変わりって何よ。そもそも私はエドガーを好きだなんて言ったことないのよ。それに婚約はその場しのぎだってあなたも知ってるでしょ。どんな婚約も婚約です。だったらエドガーはどうなのよ。私よりあの女たらしに言ってやってちょうだい。エドガー様は浮気などなさっていません。エドガーは私なんか必要じゃないのよ。ごめんなさい、一人にして。どうしたレイブン。ケルピーのことは用心した方がいいと思います。何かあったか？リディアさんに言い寄ってるところを見ました。レイブン。はい。リディアを守ってくれるか？はい。
エドガー様の婚約者ですから。そうではなくてね、僕がいてもいなくても友人としてリディアを守ってやってほしいんだ。あの方は本当にグラディス様につながる一族なのでしょうか。人の世はこのところ大きく変わってきてるんだ。妖精が見える人も少なくなったんですね。何日も道端にうずくまっていた私にも気づかない人ばかりで、あなたに声をかけてもらった時どんなにほっとしたか。それに不思議といい匂いがして。オイルやニスの匂いかな。女の子には嫌がられるんだけど。そんなことありません。そうかな、ありがとう。それでね、伯爵は漁師としてきちんと責任を果たそうとして心を砕いている。フェアリードクターのリディアさんもついているしね。ポールさんはあの方をとても信頼していらっしゃるんですね。ああ。そうだ。君の絵を描いてもいいかな。僕は一応妖精画家なんだ。はい。スケッチブックを取ってくるよ。いらっしゃい、バンシー。あなたの本当のご主人に会わせてあげる。燃えないか。リディア、やっぱり君を手放すしか、君を守る方法はないようだ。この番組は 5PB とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。